Teacher, start! Here be my singer. Rocket launcher. Enemy chaser! どうも、ジルマンです。今回はですね、そう、こちらのご紹介です。シンシーホビーさんのプラモデル、メタルスラッグ X。まあ、僕、中国語の読み方詳しくないんで、シンシーホビーっていう読み方が間違ってたら申し訳ございません。でね、開けてみると、こんな風に、全6箱に分かれています。1つ目がこちら、ゲームタイトルにもなっているメタルスラッグです。いやー、この戦車かっこいいですよね。でさらにですよ、これには1つの箱につき1人キャラクターもつくんですよ。いや、贅沢ですね。2つ目はスラッグフライヤー。いや、これはね、やっぱ空飛べるって便利なんで、ゲーム中めっちゃお世話になりました。3つ目はこちら、ショー、敵型の戦車。4つ目はこちら、メルティーハニー。これね、正面からの攻撃が効かないんですよね。5つ目は MOP3 サルビア。これもね、よく見かけて、なんかもっと勢いよく飛んでくるのかと思ったら UFO の弾が勢いなかったってやつですね。最後はランドシーク。これ自体には戦闘能力はないんだけど、あの兵隊とかが乗ってたりするやつですね。以上全6種なんですけども、こちらこれですね、この総統が乗ってる乗り物、この UFO っぽいけどキャラピラーがついてるみたいなね、これがこの6種の中に全部分散して分けてあって、そのパーツを集めるとこれになるっていうね、この乗り物になるっていう、あのドラゴンボールの乗り物のプラモデルもそんな感じですよね。いくつかその集めるとまた別の乗り物が作れるんで、そういう仕様になってます。なので正確には全7種です。ちなみにこちら色分けはほぼありません。ですが今回は8組状態でその相当の UFO を含めた全7種類を一気にお見せします。さてサクッと組んでしまう前に1個だけね、中身もどうなってるかだけ見ていきましょう。全部見てると時間かかっちゃうんで、この1個だけ。これが相当の乗ってるこの乗り物ですね。これの円盤部分、この辺なんかはメタルスラッグ本体ですね。結構ね、思ったよりは分割が多いです。もっとこう大雑把な分割かと思ったんですけど、これは出来上がりが楽しみですね。キャタピラ部分、あ、まだありますね。いや、結構パーツ細かい、いいですね。そしてこれがマルコですね。ちゃんとバックパックもあって結構ぽいですよ。よくできてます。そしてデカール、こっちは水転写式ってことかな、こっちはってことは違うのかな、ちょっと違いは分かんないんですけど、パーツもほぼ同じで、こっちのね、水転写だけちょっと目があるんですよね、マルコのアイパーツ。今回はちょっと完全に8組でデカールを貼らないで組みます。最後は説明書。あ、こういう感じになってますね。この冊子というよりは1枚のペラ紙を折ってあります。うわ、結構やっぱ細かいなこれ全部作るのちょっと大変かもしんないでもこれ絶対楽しいんで、サクサクっとね組んできます。はい、ということで完全パチ組デカールなしで組んできました。いや、もう全部揃うと絵面がうるさいうるさい完全にメタルスラッグの世界観ですよね。いやね、どれもね、確か色味とかは足んないんですけど、造形がすんごい良くて、これは世界観浸れるわと思いましたね。組んでる時もめちゃくちゃ楽しいんですよ。まずはメタルスラッグ、いや、このディテールえげつなくないですか。こんだけね、色分けが大してないのにこんだけできんですよ。しかも今デカールも貼ってないわけですからね。
なのにもう一発で完全にメタルスラッグですもん。こうやって裏側までしっかり作り込まれててね、これは制作した人に愛を感じますよ。そしてメタルスラッグについてるマルコ、これね、目とかもデカール使ってないんですけど、いい顔してますよね。ちゃんとね、ドッグタグとかもついてて、これはね、再現度高いです。いや、本当に愛がある。続いてスラッグフライヤー、これもね、出来ですよね。ここ中とかね、すんごいよくできてるんですよ。ただね、ちょっと気になるのが、この正面のね、合わせ目がちょっとこうやって目立っちゃうのかなってのはありますね。そこだけ気になるんで、まあ本当に気になる人は合わせ目消しした方がいいかもしれないです。だとしてもね、こうやって完全パッチ組でもめちゃくちゃよくできてますよね。これ中開けて、ここも取れて、でね、内部とかもある程度は作り込まれてるんですよ。いや、すっごい。そしてスラッグフライヤーについているターマ、これもね、再現度すっごいですよね。手に持ってんのはおそらくヘビーマシンガンかな。なんかね、ここのあれがショットガンっぽくもあるんですけど、まあでもこのマガジンからしたら多分ヘビーマシンガンですよね。そう、あのマルコの時もですけど、荷物もね、これしっかり作られてるのがいいですよね。3番目はショー、これね、いやメタルスラッグもね、すっごいいいなと思ったんですけど、このショー君でちょっとびっくりしましたね。ちゃんとね、ここも動くし、こういうね、小さい細かいフックなんかも動く上に再現されてて、いやー、これかっこよって。ゲームやってる時はやっぱりね、ただ壊すだけだったんで気づかなかったですけど、組んだらこれめちゃくちゃ惚れました。そしてショーに付属してるのはこの捕虜、手に持ってるのがね、これパンツなんですよ。これはね、塗ってあげたいなと思っちゃいますね。本当にメタルスラッグをよくわかってます。そして組む前から好きで、組んだ後もバチコリかっこいいメルティーハニー、これね、ちゃんとほら弾を入れれるところがあるんですよ。で、弾もあって、再現度がほんとすごい。やっぱこの特徴的なね、この正面、これがかっこいい。そして反乱軍兵士1、このね、目のデカール入れてなくても伝わりますもんね、この気持ちが。いけー言うてますもん。いやー、これね、どの人物も本当に特徴よく捉えてます。いいですよね。この荷物もね、あのマルコたちとは違うんですよね、ちゃんと。そして NOP3 サルビア、これはね、やっぱゲーム中に特徴があるから、すんごい覚えてる人も多いんじゃないかなと思います。このね、キャタピラ部分とかめちゃくちゃ細かくないですか。これはすっごいですよ。ゲームだとね、ここまで細かくないですから。いやー、ドットでね、成形されたものがこうやって現実世界に出てくるってすごいですよね。そして付属しているのは反逆兵2、こいつね、これシールド兵ね、めんどくさいんですよね。これジャンプで後ろヒュッて回って、ナイフかなんかでザッてよくやるんですけど、これね、シールドもちゃんと再現されてるんですよ。ただちょっとね、ここら辺が緩かったりして、シールドが取りやすかったり、腕が取りやすかったり、その辺はちょっとありますね。バックパックとかは共通のようです。6番目はランドシーク、一見するとね、普通のトラックなんですけど、後ろはしっかりとキャタピラがついてて、メタルスラッグの世界観って感じですよね。こうやって荷物が乗ってて、ここにはこの荷物とかが濡れないように雨よけがついてて、さらにスコップとかね、このホロがまたいい感じなんですよ。いやー、これもね、なんかこう戦闘兵器っていうのもいいですけど、こういう一般の車両に近いものっていうのもすんごくいいと思います。そして付属するのは反逆兵その3、これはね、バズーカ持ちですね。これはいいですよ、この戦闘してる感のね、ポーズ。例えばこのターマと合わせると、もうまさにメタルスラッグですよ、これは。この感じいいです。そして最後は1から6全てのボーナスパーツを集めることでできるスペースタンク、い
やーこれですよね。メタルスラッグ X といえばこのモーデン元帥のこれですよ。ちゃんとね開くっていうのがまたいいんですよね。ゲーコマです。ここのね下のパーツはこのサルビアと成型色違いなんですよね。これ実際の公式もこうなんですかね。僕それにちょっと知らなかったんで驚きました。いやーこれね、そしてこのモーデン元帥乗せましょう。これね今ちょっとこうやってカメラ越しなんでしっかりこうまっすぐじゃないんですけど、ちょっとこうやってね前の方がいいかな、こうね行けーな感じね。これがないとねメタルスラッグ X は閉まらないですから。いやーよくできてます。モーデン元帥もね色やっぱね塗ってあげないとちょっとこの元帥っぽさが足んないと思うんですけど、まあ、そこは今回無塗装なんで申し訳ないです。いややっぱ改めて見ても絵面の迫力すごいですね。メタルスラッグ、特にメタルスラッグ X に思い入れのある方は絶対損ないアイテムです。今回もこの後全種類しっかりお見せするので最後までご覧ください。それとこのプラもいいね。メタルスラッグのモノマネやるのってあるあるだよねって思う方もそうでない方も、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。 Twitter のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。